では見れば見るほどです。はい、ワイカメキシさんのお便りからご紹介しましょう。消費増税をめぐって安倍総理の心は揺れているようですということですね。ブレンの浜田、なんて言うんですかね、ブレーンの中にいらっしゃる方ですね。浜田内閣。ああ、そうか。角という字が書いてあるんでは、私はどういう人やろうと思いました。はい、すいません。浜田内閣官房参与と読めばよろしいですね、このままね。はい。らは、慎重意見を主張し、その一方で、自民党の野田税調会長は、増税すべきだと譲りません。そんな中、最新の世論調査では、来年4月からの増税に半数以上が反対していることが分かりました。それで安倍総理は心がゆらゆら揺れております。調査は24、25に行われたものです。意見としてはもう少し先延ばししてほしい。から消費増税は撤回してほしいとか、やはりこの今の国民の生活の状況で挙げられたら困る人が多いということです。実際に僕はサラリーマンですが、給料は上がっていません。それなのに生活に必要な食品やガソリンの値段は上がっています。この夏の暑さの影響で今後は野菜や魚など思いもよらないものも値上がりしそうです。だいたいカップラーメンの値段も知らない大臣が何がわかると言うんでしょうか。スーパーで特価商品の88円のカップ麺を買ったことのない人に何がわかるのか。さらにそのカップ麺を2つもまとめて買うと150円になることを知らないだろう。スーパーの閉店時間ギリギリまで待ってお惣菜が半額になったらにやりと笑って買う庶民の気持ちは、なんか絶対にわからない人たちにこの増税の大変さはわからんでしょうね。現総理、元総理の金銭感覚はどうなってるかと思います。でも僕は来年4月から上げるべきだと思ってます。あ、ここまで来てそういう苦労してる僕だけど、うん、これは仕方がないと思っています。ただ使い方を明確にし、絶対無駄遣いをしないでほしいです。頼みますよ、本当にですよ、うん、まあ、こういうことですよね、はい、あとこの方の苦労はポイントバイデーの時に、ね、うん、買う、そこ抜けてましたね、この人ね、はい、はいはい、そこも抜けてるし、はい、ね、あの病院でも処方してもらう薬もポイントどこまでわざわざ遠いやろそっち行くというぐらいのことです、ね、ね、まあでも、うん、これね、安倍さんは、まあ、上げることは上げるんでしょうけれども、うん、どういうタイミングでどういう上げ方でもって消費税上げていくかってことを悩んで、うん、それと最後この人が書いてあったのは本当に民主党時代からの話ですよ、うん、ね、増税をするということ、うん、税金を上げる前に、河村さんなんかもよく言いますもんね、はい、上げる前に無駄遣いしてませんかいうことです、うん、だからいろんな仕分けとかいろんなことをやってましたよ、はいはい、あなたたちのこのね、この組織は無駄が多いじゃないですか、うん、というようなことで、こういう組織はいらないんじゃないかというようなことをずっとあの時は割とパフォーマンスっぽくだったんですけども、はい、でもあれは本当に必要なことでね、今、うん、政権変わってあのあたりのところってどう引き継がれてるんでしょうかね。本当ですよね、なんかあれでも、あ、そんな無駄があったのかとか、はい、でまあ、無駄と言われながらも、あ、ここはでもお金は使っといた方がいいんと違うかとか、いろいろあの時に議論が起こりましたよね、うん、はい、いずれにいたしましてもいるところはいる、無駄なところは省くという、うん、それでこうきれいにその状況を作っておいて、ほらでもこんだけ足りませんでしょ、ですから増税ということであれば、うん、この方も同じように税金を上げるということには理解はやっぱりいくと思うんですよ、ね、そして増税された分は一体どこに使われるのかも明確にしてくれるかね、そういうことですね、いいわけです。アントンカレーライスさんからいただいておりますけれども、米倉会長がいろいろほざいておりましたが私は上げるべきじゃないと思いますということでね、はい、それからこちらです。向田の安清さんも政治家だから当然かもしれませんが、安倍首相の言動は消費税問題に限らず原発推進でも基地問題でもすごく政治的パフォーマンスを感じます。消費税を上げた後万一うまくいかなかった時、あの時皆さんの意見を聞いて決めたじゃないですかと開き直らないようにしっかりやってほしいと思いますということ。泳げらなたんさんからもいただいておりますけれども、消費税はある意味平等な税金で、もう上がるのもしょうがないなと思う派でした。この方はね、うんうん、ある意味ね、なんか不公平のような感じはするけど公平である。例えば、まあ、あるね、あるような、なんかこっちによるような人たちはですね、
ですね、誰が払うかってもう全然税金も滞納しまくってですね、もう払わずにのうのうと生きてるような人もおって、こっちもなんか取りあぐねたりいろんなことをするけども、ほいでも払えへんようなことでね、やってる人も、まあそういう人たちが外車買うんじゃわしゃーいって、外車買う時にちゃんと消費税ついてるからきちっと取れるような例出されてた人いましたよ、評論家で。そういう意味では平等や、払わへんとか払ういうことなく全部取られていくいうようなことでね、はい、ということで、まあ、しょうがないなと思う派でしたが、憲法厚生保険じりじり上がって、物価も上がり、所得税もちょこちょこ改正あり、結局上がり、でもやっと少しずつ景気回復しつつあるのに、なんだかね、これでも上がるのはどうなんでしょうか、無駄を省いて削減の努力はしてるんでしょうか、いな、さっき私の言ったこと。なんかさ、最近思うんですけども、大きい声では言わないでね、一生懸命働いてね、財産残してもまた相続税で取られるじゃん日本って、なんだか張り合いないね、じゃんじゃん使わなと、こういう気持ちはいいことかとも思いますね、日本はなんかね、ある意味で平等な国らしくてね、三代目でそうやって相続税でもって、そういったこう引き継がれていくお金っていうのはなくなるなんてこうよく言われたりしますけどね、ですよね、だから大大金持ちのもよっぽどのことせんと金持ちになって普通にやっていくと、初代はね、努力して自分で作ったお金ですからいいですけれども、初代のおかげでずっと代々代々なもせんでもボンクラ息子でもお金持ちで過ごせろいうのもちょっとムッとしますしね。本当ですね、そういう意味では、まあ、ある人にとってはこのね制度はあかんぞという人もいますけれども、ええかなと我々クラスにとってはね、世間にお金が上手に回っていくってとこでいくとね、一人だけがずっとこう生きの一、ね、こう家族だけがずっとこう代々そこの中だけでこうお金が回っていくわけではね、じゃんじゃん使わないな、そういうことでね、お金というのはね、動いてこそのお金ですよ、溜め込んでてはね、ちょっと世の中あかんです、ね、どんどんこう使ってもらわんといけませんですね、ベンザビーチさんからいただいております。消費増税集中点検会がスタート、政府は学者や業界 NPO などから意見を聞く初会合を開いたと。こんなもんアリバイ作りだと思います、こんだけ各方面の意見を聞きましたという増税のための言い訳ではないでしょうかとかね、先ほどの方のご意見かな、おっぱい枕さんも有識者60人から意見を聞いてどうするんですか、判断材料とか言ってますけれども、アップは参院選に対象した時から決まってるじゃないですかとね、上げるの決まってるやんね、まあ、こう反対してる方もいらっしゃいますけど、多分まあ、安倍さんにしてみると、まあ、やることはやるんだけど、どういうやり方がいいのかなということなんでしょうかね。EDE さん、意見が偏らないように人選をしているとなると、賛否の意見を聞いて賛成か反対かを決めるわけじゃないということですよね。多くの意見を幅広く聞いて決めたもんと言いたいんでしょうかね。それから、友和さんからも、60人からの聞き取りってどうや、怒ってますよ。もう60人でいいですよ。増やさないでね。増やしてほしいんです。増やさなくていいです。どっちみちなら。増やさなくて。9人やったらプラスしたれ。やっぱりな。いうことで。はい、ね。うん、なんか、安倍ちゃんは任期取りで 7% にするということを言ってますが、消費税。せめて 6.9% にしたらどうやって。何でもか。計算難しいからやめてください、もう。計算難しすぎます。はい。畳さんからもいただいております、有識者を集めとのヒアリングが始まりました。結論ありきの会議でないことを祈りたいです。私は増税は反対です。必ず経済が減速して、結果、税収も増えないどころか、減収してしまうのではないでしょうか。安倍総理には慎重に判断していただきたいですと。この人の言う通りで、今まで消費税上げた時にかなり景気は冷え込んでいきました。それからまたある方の試算によるとですね、例えば 10% になってもですね、財政健全になりませんよことも言えて、めちゃくちゃ虚しい意見やなと思いましたですね、それがもし本当であるならば、僕らはもう骨身削って働いた金をこの消費税に乗せて物を買っているのに、それって国が立ち直ってくれればと思ってますけれども、いや、10% 上げてもね、なかなか健全財政にはね、ちょっとならないという試算があるんです、いうようなこと。ええやん。はい、ね。でも消費税ってまた生活に必需品にガンガンかかってきますからね、もう今絞りに絞って、うちが購入してるのはそういう生活必需品だけなんだけどっていう家庭にとっては本当に痛いですよね。
我が子を愛する中年 M さん、昨日生島さんの、ラジオで富永さんが最終的に安倍総理は消費税を 8% でなく 7% にしますで解決を図るのではないかとおっしゃってました。私はなるほどと思いましたが、どうなるんでしょうか。消費税上げるのは嫌や言うけど、10位の出しといてですね、はい、で7というふうになれば、まあええかなという気持ちにもなって、心理的な作戦がある。41度を言うて、それが35度になりましたったら、なんか涼しい気がする。涼しいやったら、35度暑いんやけどな。はい、いうことですか。一輝さんからもいろいろとですね、広く国民の意見を聞くなら、被災者や失業者、ホームレスなどのいわゆる弱者の意見も聞くべきじゃないでしょうか。有識者もよろしいでしょう。うんうん、ね、こういう人たちがということです。まあ、そういう人たちの代表というようなね、うん、立場の方もいらっしゃいますけれどもね、この60人の中には。そういうことですね。はい、で最初の話に戻りますけども、安倍さんは心が揺らいでいるということですね。はい、何に揺らいでいるかというとね、安倍さんの中での矛盾があるんですよ。はい、先ほど言いましたように、消費税を上げると、必ずやですね、景気が冷え込むんです。はい、うん、で安倍さんは景気をうんと良くしましょうというようなことをずっと唱えておりましたですよね。はい、でだから景気が良くしましょうで、ずっと株価も上がりましたよ。はい、8000円台から1万4000円台まで上がりました。はい、で、こう上がったの、これをもう良しとするのか、景気が回復しましたと良しとするのか、うん、いや、まだなのか。うん、で、生実家回復しても消費税を設定すると下がってしまうというようなことがあって、で踏み切れないということは安倍さん、うん、あんた踏み切るのはもうこれ公約ですから、はい、いつか踏み切らないか。うん、いつか言うと。いつかは踏み切らないか、うんうん。で、景気を回復させるっていうのは安倍さんもちゃんと言ってきたから。はい、で、上げ時っていうのが景気がぐっと上向いていくだろうっていう時に、これを実施するということであるならば、はい、安倍さん、まだ踏み切れんことは、景気は回復してないのかと、うんうん、あなたそっちの方の公約どうなっとんねやということ、はい、うん、で、でも消費税は上げると言ったろという他からまた来る、ちゃんとこれも公約だったということ、うん、景気はどうなっとんねや、消費税はと、この2つ安倍さんが今災難でいてですね、はい、さあいつ踏み切ろうというような、うん、はい、そんなのが安倍さんの心の揺れ動きではないでしょうか。